もこんにちは。そっかじくの久保です。今日もね、ポストにこういう転職、就職情報誌が届いておりました。もちろんフリーペーパーなんで、ただなんですけども、まあこういうのも紹介してもうね、5年ぐらいになるじゃないですか。で、その中で実際に一つの会社にフォーカスしてね、ちょっと考えてみたいなと思ってます。まずは全体を見ますけども、2024年の9月6日ですね。で、6日ってことは、あと、今日がね、9月4日なんで、あさっての未来の 雑誌とということになりますね <laughs> でいつも通りホームヘルパーのお仕事60歳以上の方も活躍されてますよとかねそれから70代80代のシニアも多数活躍中みたいなねだからやっぱりねあの20代30代の方がやっぱりどんな会社も欲しいんですよ欲しいんですけども若い方ってあの別に YouTuber じゃないですけどもねインスタグラマーとかじゃないですけどもやっぱインターネットを中心とした仕事を探す傾向にあるんですよ で、そうなるとただでさえ少子高齢化で人数少ないところでその、なんか採用の取り合いになるんですよねでそこいくと実はね40代とか50代の人っていわゆるロスジェネ世代が始まった時の最も苦しいまあ、人によってはね30年間1回も年収200万超えたことがないよとかね正社員なんて1回もなったことがないよって方も結構いらっしゃるんですよでその中で実は企業の採用って40代50代って結構 簡単にに人集まってくるるよよ。ね、みたいななことにもなるんですよで、すしかも人生なんとか一発逆転したいって思いが強いんで真面目に働く方がね結構売れ残っているっていう現象だそうですでもやっぱり年齢をそこそこいって体力仕事ってきついじゃないですかさらに新しいことを覚えるのって大変ですよねでもねなんかいろいろとリサーチしていくとそういう方のために教育体系をしっかり作ってで 体力がない方に配慮して休憩時間とかそれから休日もしっかりね充実させた上での募集って会社結構あるんですよで採用活動ってものすごくお金がかかるんですよねで採用してみた結果なんか1週間ぐらいで連絡もなしに来なくなるみたいなね、まあ、そんなこと会社としてもうんざりなんですよで一通り仕事を覚えてもらった時に他の会社に転職するってのもねもう本当痛いわけなんですよでさらにはあの 人を大事にしないといけないって思いはあるんですけども多少ね厳しく叱ってすぐ辞めちゃう人ってのもやっぱこれも考え物でね聞き分けのないねこう言ったら申し訳ない言い方になりますけども聞き分けのないね50代が会社に入ってくるとちょっと厳しくするとねパワハラだとかって言い出すんですよ <laughs> だからそういう人はちょっとね置いといて穏やかに仲良くやっていきましょうっていうまあそういった採用活動に企業の方も勤めてるみたいなんでね 一昔前のやっぱりね、あの、ロスジェネ世代の常識で、中途採用がね、ものすごく冷たく焦られるみたいなことは今なくって、本当に人が欲しいんですよ。将来のためにもね。で、そういった時に、20代、30代っていうのは、どちらかというと、あんまりね、来てくれないというのも中小企業の悩みなんですよ。だったら、倍、3倍の勢いで本気でやる40代、50代に採用を振り向けた方がいいんじゃないかなってことで、こういうフリーペーパーっていうのはね、 年齢を強調するんですよ。60代で OK ですよとかね。で、70代、80代 OK ですよとか。40代、50代、60代も,も活躍してますよとか。中途採用全然 OK ですよみたいなね。我が社の平均年齢は56歳ですとかね。うんまあ、そんな会社も結構出てきて、今回はこのね、正社員募集なんですけども、冊子の組み立て配送取り付けスタッフさん募集ってところにフォーカスしてみようと思います。えー、会社名は、 府中ガラス東洋重機さんねちょっと中身を細かく見ていきますんで皆さんの地方にもこういった会社必ずありますんでねこういうフリーペーパーもペットすぐ捨てるんじゃなくってこういうところにこそいい情報があると思ってね眺めていただければと思いますそれじゃあ画面を切り替えますでは求人誌からですね今日はこの会社をピックアップしてみようかと思うんですけども会社名がね府中ガラス 東洋重機株式会社さんですかね。えー、っと、パッと見、営業ガンガンする会社なのかなって気がしますけども、わかりませんのでね、これから見ていきましょう。それからちょっと画面がね、スマホバージョンをパソコンに引き伸ばしてますんで、ちょっとガタついてる感はありますけども、スマホではとっても見やすいです。見てください。年齢、学歴、経験、不問。だから私でもこれ就職できるのかなって思っちゃいますよね。で、賞与が年3回っていうね、すごいですね。 福利厚生充実と。ありがたいですね。で、本社、営業事務、営業スタッフも同時募集中。ここで私の勝手な先入感を申し上げますと、営業スタッフと営業事務ってのは、つまり営業事務ってのは、あの、顧客リストに対してめちゃくちゃ電話かけるところなのかなって気がするし、営業スタッフは、まあ、訪問販売ですよね。 ぶち当たりの個別なのかなっていう気はします。わかりませんよ。わかりませんけどもね。で、えー、そういったスタッフも同時募集ですよってことなんで、結構気合いの入ってる人はこっち行けばいいんじゃないかなと思います。ほんでね、営業マンってどっちかっていうとね、あの、年齢行ってた方が取りやすいんですよ。若い人よりも。うん、そういうところがありますんで、一番いいのはね、二人組で行って、 40代から50代ぐらいの人と20代ぐらいの人がペアで行くとね、なんかいいんじゃないかなって気がしますけどもね、えー、ちょっと昔の考え方かもしれません。で、えー、と、まずはね、頭の方に、福山北部事務所を新規オープン予定ということで、スタッフさんが必要なんですよっていう伸び盛りの会社ってことが伺えますね。ドアや窓を中心に大切な空間をプロデュースしてお客様に元気と笑顔を届けましょう。ね。 これうまく考えましたね。なんか明るい雰囲気のするキャッチコピーです。で、府中本社での営業事務、営業スタッフも同時募集中ということで、夢が広がります。うん。なかなかいいんじゃないですかね。うん。えー、と、お仕事紹介ですけども、まずは、組み立て部隊ってのがいますよと。まあ、これは、あの、工場で作業する感じなんじゃないですか。窓のサイズに合ったサッシ、窓枠の組み立て業務。 まあこれはね、先輩社員から教わってやれば無理なくこなせる仕事だと思います。それから搬入部隊ね。これ軽トラックなどの運転免許が必要な場,場合もあると思います。出来上がった窓枠の配送とか搬入とかね、取り付け工事をしますね。まあこれもちょっと教わるとしっかりできるんじゃないかなと思いますんで、まあ先輩社員とタッグを組んでやるような感じになりますね。 で各部隊とも忙しい時は協力して助け合いながら業務をこなしていけるチームワークの良い部署ですと書いてますああやっぱりこう助け合える雰囲気ってのはこれから会社をね、えー、入ってみようかなと思う人にとってはちょっと安心するキーワードになってきますよね、まあ、仕事は見て覚えろみたいなこと言われちゃったらね寿司職人かっていうふうに言い返しちゃうかもしれないですねはいその他の部署のお仕事についても紹介があります営業の仕事うーん なるほど。見積もり科学ね。で、営業事務の仕事。うん。まあ、こういった、なんかね、若い女性が営業事務してるのかなって気になりますね。それから誕生日会とかバーベキューとか社員旅行とかね、アットホームで働きやすい。あの、大体ね、アットホームで働きやすいって会社ってのは、ゴリゴリの営業の会社であることが多いんですけども、ここはどうかわかりませんよ。<laughs> アットホームってのは本当にね、 うんなんか、どうアットホームなのかなってところに、まあ、ちょっとね、えー、疑問符がつくところですけども、まあ、会社の社長ですかね、トップの顔を見ると、なんか雰囲気よくやっていけそうにも見えるし、あ、この社長にこれから怒られるのかなみたいなね。まあ、そんな不安と期待が入り混じることだと思います。勝手なこと言っちゃいけませんので、ぜひね、インタビューを読んでください。インタビューはここをクリックすると、見えるのかなと。はい。すごい。 41歳原直樹さんですね。うん。1982年創業。ね。実績のある会社。工務店とお客様の橋渡し。ね。こういったブルゾンを着て仕事をするんでしょうかね。で、女子社員の方。小野明日香さん。ね。出てくださってます。はい。で、動画での説明の模様もありますね。 うん、これ、入社説明会かなんかかなはい。で、募集要項なんですけども、正社員を募集してると。非正規とかね、アルバイトじゃないですよってこと。それから月給が192,360円から389,300円ということなんで、まあ、経験とか実績とかをね、こう踏まえて、この間で給料は変わりますよってことなのかもしれません。で、職種は業務部スタッフということなんで、 どういった仕事をするのかちょっとわからないなって方はこの仕事内容を見ていただければっていうところですね。で、昇給も1ヶ月あたり3000円からってあるす。ごいですよ、ね。1年間で3万円ぐらい給料上がりそうな計算ですよ。まあでもね、それなりにやった人だけ上がるってことだと思いますので、おんぶに抱っこは期待できませんからね。当たり前ですよね。うん、求める人材。普通自動車運転免許。あー、持ってるなねえ。で、 年齢、学歴、経験不問です。だからね、今から何かことを起こしたい方、仕事に筋を通したい方、ちょっとね、行ってもいいんじゃないかなと思います。で、勤務時間も8時から17時で休憩時間90分で書いてますけども、まあね、まあ、そこはね、いろいろとあうんの呼吸ですよ、ここは。うん。で、休日休暇もありますけども、やっぱり休みの時に差が出ますからね、力をつけようと思ったら、 中途入社の方は特になんですけども、休みの時にどう働くかっていうところが、まあなんか求められるような気はしますけども、詳しくはお問い合わせくださいということになります。うん、なるほど。キムチも書いてますね。はい、どのようにお感じになったでしょうか。まあこういったね、明るい地方の会社もあるよってことでございます。